開幕から低空飛行を続ける両チーム、未だ勝利のない最下位蒲田バーレ讃岐が勝ち点差3の21位カターレ富山を迎えた一戦。讃岐にとっては2点差以上の勝利で最下位脱出となるゲームです。序盤から積極的に仕掛けたのは讃岐。まずは2分、スローインの流れから持ち止めが狙います。10分にはセットプレーから高木のフリーキックに藤井、さらに18分、今度は高木が自ら持ち込んでミドル。讃岐が立て続けに富山ゴールに迫ります。しかし富山は26分、カウンターから右に展開すると木村のアーリークロスに苔口、鮮やかなボレーが決まってシーズン4ゴール目。押され気味だった富山が先制します。リードを許した讃岐ですが、33分、コーナーキックの流れから持ち止めのクロスにソン・ハンキ、頭で合わせて J 初ゴール。すぐさま同点とします。さらに讃岐は37分、またもコーナーキックの流れから混戦の中藤田がシュート。しかしキム・ヨングンにクリアされ、リーグ最少得点同士の対戦は1対1で後半へ折り返します。エンド変わっても讃岐の攻撃が続きます。48分、ソン・ハンキのクロスにアンドレア、54分には山本のパスを受けた持ち止め、さらに63分、コーナーキックに藤井。讃岐が J 初勝利へ執念を見せます。すると76分、讃岐の猛攻が実ります。アンドレアのクロスに岡村、途中出場の岡村和也がシーズン2ゴール目を決めて2対1、逆転に成功します。富山は後半アディショナルタイム、ミクリアが同点ゴールを狙いますが惜しくもポストを叩いて試合終了。讃岐が先制されながらもホームで意地を見せ、 J15 試合目にして嬉しい初勝利を挙げました。